はい、こんにちは、ヨネです。今日は、印旛沼久々来ましたね。半年ぶり、薄い大干拓でしたっけ。ここですね、この1名先行者いらっしゃいますが、今日は割とマジでやる気で2タックル、1652と1703、1703には赤メタつけてきました。どっちも新しいライン巻いてきたんで、もう1時半ですけどやっていきたいと思います。あちらの方、あの場所から、まあ、そこに流れ込みあるんですけど、まあ、あんまりこっちの方はやってないっぽいんで、このずっとやりたかったテキサスリグ、これをね、さあこれシンカーどのぐらいだろうな、 10g ぐらいだったかな。フリッピングはブレーキを強めでいいんですよね。テンションブレーキは2つぐらいオンになってたかな。いけるか、全然ブレーキが、遠心を効かせなきゃダメなのか。普通に投げよう。なんかブレーキがすごくかかってるな。あ、今日は防水グローブまた買いました。 Amazon で2000円ぐらいのやつ。もうフルフィンガーで、一応スマホタッチ対応です。え、ブレーキ2つであんなにブレーキかかる。リールがおかしいぞ、逆回転する。さっきからなんか、いやこれまずいな。だからブレーキが変なかかり方してんのか。早めに気づいてよかった。じゃあこう、おろおろおろ、いや軽かったかね、赤メタか迷ったんすよね。でも軽かったらやっぱり音がね、シャカ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 言うから、動きは赤メタの方がいいなと思って、引っかかってんのが外れる感じしますよね。ちょっとこれはあれだな、危険だな。こっちはやめよう今日は。さあ今日はね、ワームやろうと思って来たけど、風もちょっと吹いてるし、スピナーベイトをまた投げますかね。今これ鉄板ついてますけどね、ちっちゃい歩行者用の橋の下行ってみようかな。じゃあちょっと歩きます。はい、懐かしの橋ですね。あの今こっち渡ってきましたけど、あの今自転車が行ったところがベンチがある僕の休憩ポイントですね。僕のってこともないけど。で、向こう側に降りなかったのはバスボートが1台入ってきてましたね。で、向こう岸からこっち岸に向かって投げてたんで、じゃあ遠いところからやろうかな。これ何グラム ?10 グラムぐらいだったかな。これカバーの人とかいるもん?いるもんですか?あ、ボート戻ってきた。なんか今日水が綺麗な気がする。釣れたらいいなぁ。ちょっとバックラッシュした。ルアーチェンジしようかな。ボートの方、ちょっと声かけていただきまして、鱗1枚って言ってましたね。つけたスピナーベイトはペイフォワードの前回使ってない方。それよりも、このバックラッシュを直さなきゃいかん。あれ、結構そこが見えるんだな。ああ、そういう感じか。手前で1メーター。浅いぞ、ここ。ちょっとあそこのオーバーハング。そういえばここ白鳥いるんですよね。今いないけど。去年来た時は白鳥が、あれ、つがいだったのかな。いた気がしますね。あそこなんか木の枠みたいのが見えんな。引っかかんないよね。っていうか、じゃあもうここ浅いんじゃん。この辺は特に。やめよう。いないよ。きっといない。あ、トレーラーつけよう。今日はね、ワーム持ってきてるから。ワーム用のタックルは置いてきたけど。さあ、つけました。
ゲイリー山本のカーリーテールみたいなやつで、先端をちょっと切って、ここ真ん中引っかかるとこあるんですよね。ここで何度かレスキューロボが出動してる気がする。ここは去年6月ぐらいが最後だったかな。ヘビがいましたよね確か。おー、なんかゴツゴツする。あ、ここにも木の枠があるのか。この木の枠を押さえてる杭なんだな。まあここは前にもやってるから新たな場所を、新たな場所とか言って、今日来る前に北大輔さんの動画で同じ場所で通わなきゃ経験値は積み上がっていかないよっていうお話を聞きまして、まあでもそれはもう釣るための釣りですからね。まあいいんじゃないですか、僕みたいなね釣りをすることが趣味みたいな人は。まあ、釣れりゃ嬉しいですけどね。もちろん釣るつもりでもいろいろ考えたり買ったりするわけですが、そのやっぱり過程が大事だっていうのは同じことが言えると思うんで、この先サイクリングロードずっと行ってみます。ああ、ここは初めて来る場所。小竹川の分岐してる方でいいのかな。うわー、何あれ、雪まだ残ってる。ってことは水温が相当低いのかな。うわ、すごい凍ってんのか。これは厳しいね。投げられそうな足元もないから、まあ一応こういうとこがありましたよと。さらに行ってみましょう。さあ反対側。あ、こっちはもう本当に20センチとかそんなもんしか水深がない。ここであれか、水を、あっちの田んぼ、畑に水を運ぶための施設か。で、ここが行き止まりと。その向こう土管があるけど、どうなんだろうな。で、ここの水門開けなきゃ、新川から水が入ってこないですもんね。あ、でも向こうでは繋がってんのか。まあでも、流れのない、まあ水たまりっすね。これもしかしたら氷じゃなくて泡？ただの。そんなことない。あ、氷だ。もうちょっと行ってみますかね。いや、しかしこのグローブすごい。もう手首がね汗かくぐらい、このリーブのところで。これ結構いいんじゃないですか、自転車の人とかバイクの人とかも。なんか冬場にバイクの教習所に通うのにこれを使ってすごく良かったっていうレビューもあったような。まあアマゾンでこの赤いマークを目印に2000円ぐらいの防水手袋、興味あったら探してみてください。こっちさっきの土管の先ですけど、もうこのまま流れが細くなって終わる感じですね。で、こっち反対側はさっきの赤い水道管。いやー、どうしようかな、場所移動できるかな。2時半、反対側行ってみようか。あの橋の反対側、あのボートのあれなんていうんだ、マリーナっていうのかな、ボート上げ下ろし場の向こう行ってみますかね。これ以上進化は下っていっても神崎川、あそこもねちょっと見てみたいですけどね。あそこは流れが細い割に水深がありそうな気がするから。はい、このベンチのポイントまで戻ってきました。休憩。あそこのね、隣のベンチにパトロールメモっていうファイルが忘れ去られてるけど、大丈夫なんでしょうかね。まあちょっとコーヒー飲みます。さて、なんか気のせいか雨が降ってきてるような気がするけど、雨が降ってからがバスフィッシングみたいなところもあるでしょう。ない。せっかく来たから。おー、なんだここ、穴開いてんの、怖いね。さあ、こういう泡立ってて淀みがあるようなところはどうですかね。あ、こっちは浅いのか。
あそこは中洲みたいなの？あ、全然浅いんだ。じゃあ深そうなとこだけやろうか。あの辺から深くなってる。今日は水が綺麗ですね、全体的に。あのブレードのキラキラが上から見てても偏光グラスかけてないけど見えますもんね。もう見えないけど、まあ、ここに来る途中車運転してる時もちょっとだけワイパー一回かけなくてもいいなっていうぐらい雨がポツポツフロントガラスにつきましたけどね。ここはやんなくていいのかな。でも風が吹くとやっぱりね、このリールを触ってる指が体温が持っていかれるのがわかる。左だけグローブしようかな。風は冷たいけど気温はそんなに低い感じはしないんですよね。左だけグローブで。じゃあさっきの小竹川でしたっけ、あそこの立てそうなところ探して行ってみようかな。一箇所ぐらいあったと思うんだよな。用水用の水門的なところを見つけまして、ただ浅いっすね。水深が1メーター、そこが見える。まあそこに杭ありますけど50センチですね。この水門の多分メインの方が深くて1メーター、その向こうのサブ、まあ勝手に言ってますけどあっちが50センチぐらいの水深ですね。でここ対岸の方、日陰で反射が抑えられて見えますけど浅いっすね。そこは石でも今バシャンって音がしたのは鳥なのか、どうかな。でもボートの人は浅くなってるからこっちまで入ってこないのか。前に見たアルミボートの人もこっちのこんな奥までは入らなかったと思うから、このまま行って向こう岸を渡れたりするのかな。ちょっともうちょっと歩いてみますか。結構来ましたね。この先この道が左にカーブして、まあそこに電信柱があるってことは多分道があるから、向こう岸に渡るにはあの道を向こうに渡ってこう戻ってくるような感じかな。あーどうしよう、行くか。ここまで来たら橋を渡って、まあ、橋の上からこの川を見たら今水が綺麗でしたね。で水深はやっぱり30センチから50センチぐらい。あ、ちょっと行ってみようか、せっかくだから。あ、でも真ん中は結構深くなってんのか。あ、深いって言っても1メーターかな。ここでは投げなくていいでしょう。はい、またしばらく歩きます。水際に降りてこれるところがあったんで降りてきましたけど、雰囲気はいいですよね。浅いんですけどね。よっ、50センチですね。こっち岸で深くなってまあ1メーターぐらいですかね。足場がありますからね、誰かここで釣りをしたんじゃないかとは思うけど、さあそういう感じで本当釣り場探索ですね。まあだいたいこの流れのこっち岸がちょっと深くなってて向こう岸が浅くなってるって言ってもまあ大体50センチから1メーターそんな感じですかね。あとは用水路が、農業用水用のこういうパイプとかがたまにあって組み上げるようにそこだけ深く掘ってあったりするかもしれないけど、まあそんな感じですね。夏とかだったらいいのかな。でも夏は夏で水深が浅いと水温が上がっちゃいますもんね。
いくら日陰って言ったって、しかもこっち側は車止めるとこないんじゃないか。ここはね、農道ですよね。あ、そうそう、あの年末のイタコ釣り具センター福袋の購入をきっかけにおさむんさんをツイッターでフォローしたんですが、先日、デュオのレアリスジャークベイト85、100、120各色販売受け付けますっていうツイートが来て、ツイートがあって、僕 100F、新中川だっけ、中川だっけ、どっちか忘れちゃったけど、手すりにぶつけてリップを折って、ウォーターランドのジャークソニックだっけ、あれのリップをコピーしてレジンでジャークベイトのリップを復活させたんだけど、言ってもそれはもうジャークベイトじゃないわけじゃないですか。なので、85を1つ、100を2つ、100を1つだったかな。で、120を2つ、まあどういう買い方かもう忘れてますけど、メッキフロリダがあったんで買っちゃいました。まあ、メッキフロリダばっかりじゃないですけどね、85は確か黒っぽい色の、まあシャッドのイメージで、浮力は忘れちゃったけど、一番85がシルバー黒みたいな色と、100がメッキフロリダだったかなと、で120でメッキフロリダとコルベットイエローか。120何グラムだったかな。でもまあ1703で投げられるなと思ったから多分買ったんだけど、ウェブショップの方に掲載しないでツイッターで販売するっていうのがあるんだなと思って、ウェブショップをチェックしに行ったら、アンダーツイッチャーのメッキフロリダがあったんでダメ元で、あのツイッターで販売する方はね、代引きのみでだったんですよね。代引きのみで、福袋の時は同梱不可ってなってたと思うんだけど、今回ダメ元で、あのさっきジャックベイト注文したものなんですが、アンダーツイッチャー同梱できたらお願いしたいんですけどっていう、お願いしてみたら、お願いっていうか問い合わせしたら、あ、分かりましたって言ってもらえて、アンダーツイッチャーのメッキフロリダを無事に購入しましたと。いや、ルアー増えますね。ルアーは黙ってても増える、そういうもんですよね。なのでもう完全に僕の場合コレクションと化してるっていう自覚があるんで、飾っとく用の壁掛けディスプレイしようかなと思って、アクリルのケースとかね、ちょっと検索してみたりしてね、ここは推進がありそう、いいんじゃないですか。いや、そういうことがありましたよと。ね、ここにも真ん中に木の板みたいのがあるのかな、あの流れが細くなった時のあれかな、流れの筋を作るためにその手前1メーター 1.5 メーターぐらい水底が多分土なんですよね。その奥が深さがあるように見えるから石っぽい、なので手前側は土砂が崩れて川幅になったような、こんな感じですね。で、この右手側が今ずっとぐるっと見てきた方の流れで、左側があの行き止まりだったところですね。怖え、石にゴツって当たるだけでもう、
3時半、もう移動する時間はないな。だいぶ風が冷たくなってきましたね。いやーリールどうしよう、軽かったの。ベアリングを交換するか。新しいリール、いつでしたっけ発表。1月の22とかだっけ。なんか今月発表あるんですよね。まあでも僕は中堅というか、まあミドルクラスの上か下かみたいなところで選ぶと思うけど、ここまで来たらね、スコーピオンの前 MGL 欲しいって言ってたけど、帰って見てみるか。ほんの本当にね、道具ばっかり買ってもしょうがないんだけどね。でも今まであるものでやって足りないものを買い足すっていうコンセプトでやってきたんで、方向性は間違ってないと思うんですよね。ただね、一匹もまだ釣れてないっていうのが大問題で、そこをねとりあえずはクリアしたい。と言ってもね、去年後半インバ沼以外、インバ沼じゃないや、大場川以外できてないから、僕の中ではあそこはまあ釣れたらいいなと思ってはいるけど、そこまで気合も入れてないし期待もしてないしみたいな場所なんですよね。中川も同じだから、僕的には去年は後半はろくに釣りができなかったと。なのでちょうどねいい時期に忙しかったんですよね。だからしょうがないんだけど、今年はね3月4月ぐらい盛り上がるのは、その辺行きたいっすよね。あの YouTuber たちがお祭りだって言ってるタイミングで僕もそこにいたい。あれはやっぱカスミが多いのかな。インバ沼ってあんま超過効かないっすよね。やっぱカスミなのかな。距離が 1.5 倍違うんすよね、インバ沼、東京から霞ヶ浦、あの板子周辺ですか。昔はね、4、5年前はね、波乗りの帰りに、まあ言ったことあると思いますけど、波乗りの帰りに成田空港で飛行機の写真撮ってみたいなこともね、鹿島鉄道撮ってみたいなやってましたけどね。あの辺から東京まで100キロぐらいあるんですよね。まあ帰りに、その当時帰り道一応ナビセットするかと思ってびっくりしちゃいましたもんね。こっから100キロあんのと思って。ああ。スピニングで、あのこんなねちっちゃい3センチぐらいのワーム、あれなんだっけ、 OSP の、多分確か OSP のクレジットカードのポイントで爆買いした時のやつ、あれワーム類ほぼ使ってないで残ってるから、あれ使いたいんですよね。スピニングに確か PE が巻いてあるから、もう PE はスピニングに使うとして、まあそのリーダーに GTR の8ポンドを使うとして、で玉浮きつけてちっちゃいワームつけてそういう、それダメ、それリグって言ったらダメ、ダメかな。でもダウンショットでねラインテンションかけてるのと同じだと思うんですよね、棚を取るっていう意味で。ダメかな。でも一回やってみたいっすよね。名前つけていいのかな、米式なんとかリグって名前つけていいのかな。まあね、そんなリグっていうか普通すぎて名前もついてないかもしれないけどというわけで今ね、直径 2,3 センチの玉浮きが欲しいなってちょっと最近思ってるんですよね。釣れない時はそういう状態で投げといて竿先にね鈴をつけて待つっていう釣りもねいいんじゃないですか。スローな釣りで
さあ、ちょっとこんなところを見つけました。若干氷が残る用水路のつなぎ目みたいな、どういう形で掘られてるんですかね。掘りっぱなしなのかな、こういうところっていうのは。そんなに深くないかな。この先があれですね、さっき行き止まりだったところですね。結構足は枯れて水に浸かって腐っても丈夫ですからね。怖いっすよね。葉っぱだったらね、わけないけど。まあこういうところもありましたよ、ということで、まあ、ぼちぼち戻りますかね。さあ、もうやれるところないし、4時過ぎました。これから急に気温が下がると思うんで、まあ今日は終わりっすかね。今日、分かったのは、このアマゾンの2000円の防水グローブは優秀っていうこと。こうやって歩いてる分にはね、ちょっと冷えますけど、でも指先がかじかむっていうようなことがないぐらい風は避けてくれるから、まあ防寒にもなるんじゃないですか。これ一応タッチ操作対応してますけど、僕の iPhone SE、 あのホームボタンのフィードバックは感じられるけど、さすがに指紋認証は無理。当たり前だけど。でタッチ操作、まあ電話に出るぐらい、あれぐらいボタンが大きければ操作できるけど、例えば YouTube とかメニューを登録チャンネルとか、ああいう細かいものをタッチするのはちょっと無理かな。手袋外してやった方が多分早い。今日デックスシェル防水靴下履いてますけど、これは別に発熱素材とかじゃないんですよね。ただの防水だけど防寒にもなると。今日ずっと履いてて一回も足が寒いって思ったことはなかったですね。で、まあ、僕の足の形にはモンベルのラップランドブーツが合ってると。やっぱり楽、金より。で、このアブのパンツ、今日普通にこの下アンダー傷に生足の上に履いてますけど、まあ今日ぐらいの風が吹いたらスピナーベイトみたいな、ちょっと水面がさざ波が立つぐらい風が吹いても僕は大丈夫で、途中ね雨ちょっとだけパラついたけど、そういう時も慌てなくていいんで、これほんといいっすね。まあそんな感じですかね。まあ実際にね使ってみないとわからないことはいろいろあるんで、一応ね自分の備忘録っていうんですか、僕はあんま使わない言葉だけど、お前そんなこと言ってたぞとメモみたいなね感じで。で今日はこのナイロンのパーカーの下にロンティ着てますけど、やっぱり僕はこの腕が太いからね、この辺だけ熱くなっちゃうみたい。だから T シャツ、この下はロンティだけですからね。で今日は気温は何度だろう、10度ないぐらいかな、8度9度ぐらいあったかな。まあそんな感じですかね。これでね雨か風かどっちかもっと来ると、多分このナイロンじゃ防水性はないから風は避けられるけど、あれ以上雨が降ったらモンベルのカッパを着ることになるんですけど、まあいろいろ釣りの準備は一通り揃ったかなっていう感じがしますね。でやっぱり両手手ぶらの方が移動は楽。今ずっとスピナベのブレードがカチャカチャ言ってると思うけど、あのリックのループについてる、違う、リュックについてるループにロッドベルトを通して、でシマノのロッドホルダーをロッドベルトで固定して、そこにロッドを刺して歩いてるんで、この桜のね枝にロッドが触れた時にこうのけぞって枝を避けるっていう。さあ夕まずめ夕まずめ、往生際悪くちょっとだけここを投げていきますかね。
終わりにしましょう。いや今日も夕焼けが綺麗ということで、久々の印旛沼良かったんじゃないでしょうか。まあまたね、またっていうか、まだ冬の時期は続くと思いますが、次はどっちかな、利根川の方行った方がいいのかな。この辺はとにかく水深がないっていうのは分かってしまったので、また行き先は考えたいと思います。